ペアと言いますとダンスとは違いまして、ダイナミックなリフト、そしてジャンプなどが入ってくるわけですけれども、なんといっても世界で今ナンバーワン、ナンバーツーはソビエトの選手です。やはりこのスケートカナダでも1位2位はソビエトの選手が独占いたしました。しかしこの1位と2位の選手なかなか対照的なんで、今日はそのあたりをじっくりご覧いただきたいと思います。まず登場いたしましたのがベロニカ・ペルシナ、そしてマラト・アクバロフ、大変もう長いペアですね、このペアも。そうですね、今年の世界選手権、東京の世界選手権にも出場していました、はい、東京では6位に入りました。なんと世界にデビューしたのが1979年、今転んでしまいましたが、女性のペルシナが12歳の時にデビューいたしまして、もう彼女が19歳になりました、はい、かなりソビエトの場合はこう若い時からこのペアをやっていますね。もうなかなか今では大人の魅力のある味のあるペアになっておりますので、そのあたりもご覧いただきたいと思います。もう一回転多いんですよね。ちょっと今日はミスが多いようですね。これはダンスではこういうのは見られません。非常に高くこう腕をきちっと伸ばさなくちゃいけないんですよね。ただ持ち上げるだけではいけないわけですね。はい、場合も一時非常にこうアクロバティックな動きが流行したものですから、スケート連盟の方でですね、やはりバランスの取れた演技をっていうことで少々こう規制された部分があります。あんまりこう過激になりすぎないように、こうついついやはり勝負ですので、やはりどんどん難しい危険な方に進みがちなものですから。こうやって離れて滑るのもやはりダンスとは違うところですね。そうですね。でもあんまり長い時間離れててはいけないというルールがあります。曲がスパルタカスなものですから、やはり衣装もそういうふうに合わせて作っていますね。そうですね、ペルシナ・アクバロフの演技でした。ちょっと
なんかミスが目立ったようですね。そうですね、まだシーズン始めで十分調整ができてないんじゃないでしょうか。そうですね、もうソビエトではベテランの部類に入ってきたこのフェアなんですけれども、このスロージャンプ、これはいかがでしたか。ちょっと両足着地ですね。あ、そして、あ、そうそう、サイドバイサイドのこのジャンプも失敗してしまったんですね。はい、これはダブルアクセル2回転半のジャンプなんですけれども、あ、ちょっと女性の方がまだまだ体がシーズンに突入していないという感じだったんでしょうか。はい、